クランプは、大川七瀬、五十嵐、し月、猫椿、もこなの,の4人からなる日本の女性漫画家集団。1989年に、サウス掲載の、静電、RG ベーダマイナスでデビュー。代表作に、カードキャプター桜、エクスクセスリックなどがある。仲良し市場において、カードキャプター桜クリアカード編を連載中。関西の人グループとして、 活動を始め、1989年、サウス3号の聖電 RG ベーダマイナスで商業誌デビュー。結成された当初は漫画の導入に限らず、8ミリビデオでの映画撮影や洋服作り等を行う計画もあった。デビューとほぼ同時に大阪から東京へ引っ越す。聖電は大ヒットし、出版元である新書館は当時、郊外運で倉庫を建て、 クランプで本社ビルを建てたと言われた。商業史デビュー後も漫画家の枠に留まらず、クランプ原作でないドラマのサウンドトラックの、ジャケットデザインやアイドルのブレーンを手掛けるなどマルチな活動をしている。著名な作品として、東京バビロン、クランプ学園探偵団、X、魔法騎士レイアース、カードキャプターら、X ク,クセスリック、翼、レセルボワールクロニカルマイナスなどがある。 2001年、カードキャプター桜により、第32回星雲賞コミック部門受賞。またキャラクターのデザインを、コードギアス反逆のルルーシュ、はじめ竜電などに提供している。2016年1月現在、マネジメント兼ライツ管理企業として、4月1日を設立し、作品のライツ管理を中心に事業を展開している。2009年現在のメンバーは、 以下の女性4人。4人とも2004年に商業デビュー15周年を機に改名したが、2008年3月に大川のみ、ヒバから救命の七瀬へと戻した。なお、クランプにはアシスタントはおらず、ストーリー担当の大川七瀬を除いた3人で、すべてを描いている。過去には、中森和江、秋山珠よ、聖理座、七保聖、久木ぎ司、を、お、きょん。 大渡つみなり、井上ゆずるなどが在籍していた。なお、商業デビュー時点では現メンバーの4人に、前期のうち秋山玉代、生理いざ、七歩生の3人を加えた7人がメンバーであった。高校時代、大川七瀬と、秋山玉代はサークル、後ろ指さされ組もっこなと、猫いつばきと、いがらし寛月はもう一人とサークル、Z プロジェクトとして活動していた。 大阪の同人誌即売会、ドリームコミックで、大川はスタッフを務めていた。当時、同人誌業界で大人気だった高賀ユが、取り込みに来た時、にスペースのはずが1スペースしかなく、このままでは裁ききれなかったため、スタッフだった大川やもこのたちが1スペースを確保するために、新たなサークルを急遽作った。当時は50音順に配置されていたため、黄賀のクラブ、 Y の横になるためには、CLA から c l ーの間で名前を付けなければならず、友達の一人が時点で調べて、クランプという名前を付けたのが最初である。そういう経緯があったため、本を作るよりも友達同士が集まって遊ぶ、集まりではあったが、一度くらい本を作ろうと1987年7月、同人誌、新宿受内物語を出した。ジャンルが、魔王伝だったのは、 当時、魔王伝の同人誌を描いていた郊外運が経緯となったためであり、菊池秀幸のファンだったからでもある。1988年から1990年にかけてはオリジナル同人誌、書店シリーズを出版する。それぞれのメンバーが好きな作品を公平に出していこうとしたため、毎回違う作品のパロディを出していた。括弧内はモチーフにした作品と発行年月日。 太字の作品はメディアミックスされた作品。括弧内は連載時の出版社、連載年。個人名義小説トレーディングカードゲーム。ありがとうございます。